最後ね、シーズン総合サービスのノックを受けていきたいと思います。まあノック自体もいつぶりだ、なんか10月ぐらいから全然受けてなかったんで、ちょっと楽しみながらやっていきます。さあ元気よく、はい、ということで元気よくラストノック受けていきましょう。まあ良平はね、今年ずっと最初から最後までラガーズの方ではですけどキャッチャーだったんで、まあ、ノックを受ける機会っていうのもねあんまなかったんですよね実は。なのでまあでも今年1年いろいろと翔平さんとかヒロトからアドバイスをもらって守備の方も取り組んできました。でもねまだこうやってさっきの初球のプレーみたいにショートしちゃったり、癖のねグローブくるっていう回すのがあったりとかするので、そしてこれはあ、痛っ、はい、弾いたボールがねこめかみに直撃しております。ちょっと痛かったですよこれは。はい、じゃあね、痛みに耐えてやっていきたいと思います。はい、これやった後が大事ですね。あのぐらいに弾ければまだいけるかなと。そしてはい、ベアハンド、これどうしてもやりたかったです。はい、まあね普段のプレイじゃ絶対にやらないですけどね、今のは間を作れたんじゃないかなと、自分の中ではですよね、間を作れたんじゃないかなと思っています。でこのね、メガラバっていうのはねこの日撮影の前日にラガーズの農家やったんですけども、その時の、二次会で、カラオケで流れたからですね、はい、二次会の影響かな、少しバテてますね、体力作りもしないと。はい、これはい、不足打球に遊ばれています。お尻がね変な方向向いて下がっちゃってるんで良くないですねこれは。はい、これできれば抱え込まずに取りたいは取りたいんですけどね、全然守備は、僕は全然余裕がないので、今のも余裕を持てるプレーができれば。はい、今シーズンずっと本当にさっきも言った通り、内野での出場が本当になかったので、まあ、来シーズンは少しでもね内野で出て、まあ、グラウンドを駆け回れればなと思ってます。ちょっとねこのプレーこんだけ弾いたらまあさすがにファーストはセーフですよね、そこは気をつけていかないと。はい、待って逆シングル、そしてお次の球、おっとふわっと、あ、やべ、はい、なんか異変がありましたね、どこ押さえてんだ、なんかソフトタッチ感じたよ、ちょっとねわずかにソフトタッチを感じました。うわ、これはダメだよ、これはダメだよ、今のボールはしっかりと取らないといけないボールですね。そしてこれ下がってファースト送球と思いきや、これねあの初代軟式ボールに戸惑っております。うっ、はい、こけました。来年はね体幹と下半身の強化が必要になってくるんじゃないかなと。で去年もね、確かクリスマスの日かなに指の靭帯痛めてるんで、怪我には、来年も気をつけてやっていこうと思います。まあ、ちょっとね、去年今年去年の年末から今年にかけては靭帯2回やってるので、そこはあのしっかりと、まあ、準備運動を通して、怪我しないように、来年1年やっていければと思います。そうですよ、今年、まあ、グローブずっとねくるってなっちゃうから、ずっとグローブを下につけとけっていうのも課題でしたね。はい、そしてこれ、はい、飛び込みますよ、ラストね、やっぱラストノックでも汚していかないと。年内ラスト歌丸かなこれ。はい、そして今年翔平さんにタンプレで大量にいただいた歌丸を、ラストノックでも飛び込んだ時にも、使わせていただきました。そしてさっきのヘスラでベルトで腹を打っております。これちょっと痛かったですね。これはい、ただね正直飛び込まなくても取れるかなって思いましたね、思った以上に。はい、思った以上にボール来てませんでした。さあ正直バテてきてるのか両平。
前日のね納会を言い訳にはしたくないですね。ごめんヒロト、危なかったね。ごめんねヒロト。 あそこはね正面に入って止めに行きたかったですね。まあ、ボディで行ければホットコーナー、本当にサードは三塁線抜かれちゃいけないんで、そこはしっかりと体で止めていけるなと。そして最後逆シングルでギリギリキャッチ、今年のノック終了です。ありがとうございました。はい、ということでお疲れ様でした。今年ラガーズも出る機会とか全然なかったりとかしたんですけど、やっぱノック楽しいですね。まあ、来年も、僕自身楽しんでいろんなことをやっていけたらと思います。今年1年ひとまずはありがとうございました。またね、明日の動画は多分、年内ラスト動画、明日が経ってあると思うので、そこまではそれでいる今年もよろしくお願いいたします。はい、ということで本日の動画は、ということで本日の動画は以上となります。チャンネル登録コメントグッドボタンよろしくお願いいたします。それではよっしゃー、本日の動画は以上となります。チャンネル登録コメントグッドボタンよろしくお願いいたします。それではよっしゃしょうへい TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜー。